去年1年間に県内で発生した交通事故の死者数は43人と統計を取り始めてから過去2番目に少なくなったことがわかりました県警のまとめによりますと去年県内で発生した交通事故による死者は43人と2019年の42人に次いで過去2番目の少なさだったということです亡くなった43人のうち およそ75のの人が65歳以上の高齢者でした。事故の種別で見ると道路の横断中を含む人と車両が絡む事故での死者が17人と最も多く次いで車の単独事故で13人が死亡しています。このほか 事故の発生件数、けが人はいいずれも19年連続で減少しています。県警は大人も手を挙げよう運動の広がりなどが死者数の減少につながったと分析していて引き続き交通事故の抑止に向け対策を進めるとしています。